アウトドローもインテルナチオナーレデルムジェロは、イタリアのトスカーナ州、フィレンツェの北およそ30キロメートルのスカルペリアに、あるサーキット。2015年イタリア GP1994 年より、ロードレース世界選手権のイタリアグランプリが、開催されているほか、様々な国内選手権のレースも開催されている。2020年には、第一世界選手権のトスカーナグランプリが、開催された。 財政難に陥っていた1988年、高級スポーツカーメーカーのフェラーリによって買収され、車輸コースとして使用されている。昨年の10月の末から11月の初めには、フェラーリのファン感謝祭であるフィナーリーモンディアーリが行われ、フェラーリチャレンジの世界決定戦やスクーデリアフェラーリの F1 マシンの展示走行などが行われる。2009年に、第1の プライベートテストが禁止される以前は、スクーデリア・フェラーリのテスト走行もここで行われていた。このコースでは、バレンティーノ・ロッシが、モートジッピークラスで7年連続優勝しており、ロッシのサポーターたちがスタンドを、ロッシカラーの黄色に染める光景が名物となっている。高低差が41.19メートルあり、左コーナーが6つ、右コーナーが9つの合計15のコーナーで、 構成される。丘陵地帯の地形を活かしたアップダウンがあり、切り返しのコーナーが多く、休む暇の少ない中高速テクニカルコースである。コースの特徴として、まずは 1km 以上を誇るメインストレートが上げられる。モートジッピーで使われるサーキットの中では2番目に長いストレートであり、ピットロード合流付近で緩く左右にカーブしている。 モートジッピークラスでは最高速度は時速3 4 0トル以上になる。2016年シーズン終了時点での同クラスの最高速度記録はアンドレア・ヤンノーネが同年イタリアグランプリの決勝レースで出した時速3 5 4 9トルである。モートジッピー2017年シーズンで言うとレッドブルリンク、フィリップアイランドサーキットに次いで3番目に高い。 アベレージスピードを記録するコースである。2020年の F1 レースでの最高速度は重量や空気抵抗の関係で時速3 0 8トル程度に止まっている。第1コーナーのサンドナーとはモートジッピーでは時速3 4 0トルから時速8 0トル台まで速度を落とすタイトコーナーである。 ストレートエンドが緩い S 字のためアクセル全開で左にバンクした状態からフルブレーキングを開始する。そのためコーナーへ侵入する際の急減速で外側に膨らむミスを犯しやすい。スリップストリームを使って追い越しても1コーナーの減速ミスでイン側から抜き返されるなどの順位変動がよく見られる。その後、上り勾配の2つの中速 S 字コーナーが続き、6コーナー。 カのサノバから下り勾配に変わる。8から9コーナーのアラビアータは、進入が下り勾配、出口が上り、勾配のダイナミックな連続右コーナーとなる。高速 s 字コーナー、ビヨンデッティを超えた後が、ホームストレートの最高速度に影響する最終コーナー、ブーチネである。レース終盤には、ポジション争いの勝負所となる。6コーナー付近からの パノラマビューフィレンツェ市内中心部より車で約50分。フィレンツェとボローニャを結ぶ高速道路アウトストラーダ A1 のバルベリーの出口から車で約20分。なお、大規模レースやフィナーリ・モンディアーリ開催時は周辺道路の一般車両への交通制限が行われる。ボルゴ・サン・ロレンツォにあるトレニタリアのボルゴ駅から車で約20分。ありがとうございます。